Good luck, everyone. 皆さんこんばんは。Good luck. ガイリチャンネルです。Good luck, everyone. さあ、サンデーナイトライツ。Good luck. オーストラリアがね、ですね、主催の、オーストラリアのサマータイムが始まった関係でいつもより1時間、早まったスタート時刻となっております。予選がですね、12番手ですね。でね、一つ前に、マウントパパ、たくみさんがいらっしゃいますよね。あ、すいません、さくらパパさんでした。で、後ろの16番か17番にヒロさんがいますね。スキップおじさん、支店の。さあ、 SOF4.6K となります。このね、ロードアメリカ、なかなかこう予選で博打を打つってことはできないんでですね、まあ、あの順当な、ね、速さ通りの、タイムとなっております。なんかね、そんなにこう得意トラックっていうわけでもないので、まあね、トップ10、目指すはトップ10ですね。さあ、レッドシェルスタート。お、さすが桜パパさん、若いだけあって、一瞬ね、スタートの反応良かったですね。さあ、後ろデミトリさんですね。これ1時間前のウォームアップレースでもちょうどね、やり合ってた中ですね。さあ、ちょいブロック気味に入っていきましょう。後ろね、クイックなサンチェスさんが来てますね。さあ、アウトがいますね。アウトが、これは立ち上がりきつい。まだ並んでますね。これはきつい。さあ、ザビエルさんが、久々ですね、ザビエルさん見るの。ザビエルさんが行って、失礼して、クイックサンチェスさんが前に行って、でザビエルさんがまだ並んでますけど、さあこれどうですかね。2台並んで入ってますね。サイドバイサイド、これは結構流す。あ、城島くんにも前に行かれましたね。そしてディミトリさんがね、勢いのいい突っ込み。さあ、どんどん抜かれてしまってますね。これは辛いですけども。さあ、前行くのが城島くんで、後ろディミトリさんですね。ディミトリさんも一緒に落ちてきてしまったんですね。そういう意味では、さくらパパさんも結構ね、このポジションダウンして2番手後ろにヒロさんいますね。いや、これはね、なかなかな混雑具合。これはね、大バテ。おー、ジュゼッペさんがミスりましたね。あ、ここはうまく塞がれた。さあ、アウト、城島くんですね。またジュゼッペさんがミス。まだ並んでいますね。一旦引きました。なんかジュゼッペさんが大きくミスりましたね。さあ、一つ前がさくらパパさんで 2.4 秒差ですね。これは追いつきたいですけど、どうでしょうね。これ速い人が引っ張ってますからね。後ろがジュゼッペさん、城島くん、そしてヒロさんですね。ポジション14番手まで、2つ落としましたね。あれだけ目まぐるしい展開だったんですけど、2つで済んでいるとはいえ、さあ、これ前にね、追いつくか、それともね、後ろに飲み込まれるかで、こうね、今日の働き具合の成果がですね、変わってくるので、できれば前に追いつきたいんですけど、 2.6 秒差。いや、どんどん広がってますね。これ前でこのバトルがね、もっと激しく起こってくれないと、なかなか追いついていくのは厳しそうですね。後ろジュゼッペさんも、城島くんもですね、結構速さはあるはずなので、まあ、後ろがね、2台追いついてきたら、うまいこと回してって前に追いついていくっていう作戦はありですよね。いや、しかしね、ジュゼッペさんはもうサンデーナイトライツ、まあ、入賞、常連で、
まあね、表彰台争いにも頻繁に出てくるっていうドライバーなんですけど、この位置にいるのは珍しいですね。ガイル選手はゼッケン5番、とはいえこの位置にいるのはそんな珍しいことではありません、ね、たまにいいとこ走ってたりするんですけど。さあ後ろジュゼッペさんが 0.3 秒差、その後ろ城島くんが1秒差ですね。これ後ろ3台とも連なってますね。さあまだここでは仕掛けて、このおっと前の方でタイヤスモークがイエロー出てますね。フレイザーさん、うん、トーイングはしてないんですけど接触があったようですね。Yeah, when you slowed up, I cut in front of you too much, shouldn't have even bothered. Oh well. この i レーティング5000のフレイザーさんも最近見る人ですね。こうさあ後ろから来ましたね、ジョゼッペさん。さあそして城島くんは抑えてくれましたね。これはありがたい。おー、だいぶ頑張ってますね。さあでもね、1コーナーでオーバーテイクしてもこっから先ねスリップ区間長いんですけど、これはちょっとね立ち上がり悪かったですね。これはもう城島くん前行ってもらいましょう。さあ前の2台にですね引っ張って追いついてもらいたい。あとはねこの城島くんが結構ねアグレッシブなタイプなんでですね、こう後ろから追い立てられるのは嫌だなと。 Sorry, guys.、ね、もう追い立てるんだったら前のジュゼッペさんとやってちょうだいよということでですね一旦譲った形になります。うん、今の、ターン6うまいことインにつけませんでしたね。帳尻は合わせたんですけども結構タイム差広がってますね。うん、これ前の方で、ごちゃごちゃしてたっていうこともあったのかもしれませんが、徐々に追いついてきてるような感じがしますね。さあ城島くんと 0.6 秒離れますけど、ここからねスリップがどんどん効いてくるところですね。城島くん、苦しそう。大丈夫？ What the hell, man? はい、ここは武士の情け。おお、また一台。あ、アンソニーさん。アンソニーさんもね、結構強豪っていうイメージがありますよね。あ、アンソニーさんリタイアですね。これはマシンのダメージが激しかったようです。さあ前の方は激しいですね。あ、1台ピットインしてますね。さあこれはいいですよ。あ、コーリー君ですね。さあ2台してオーバーテイクですけど、ここはですねちょっと様子見ですね。前の2台にね、この、オレオレタイプではなくてですね、前の2台頑張って、協力してもらってですね、あの先頭のパックに、先頭じゃないですね、これ、2台、抜け出しているのが見えてますね。そしてこれ何台いるんでしょう。すごいですね。あ、一番先頭今一瞬ちらっと見えましたね。ですのでこの前の10台ぐらいいる集団が第3集団ですね。先頭が2台、そして第2パックが2台、そして、8台ぐらいですね、第3パックがいるという展開ですね。これはなかなかの混雑具合。
おお、なんかウィング飛んでますし、これはこれはすごい。この渋滞はゴールデンウィークの大井松田あるいは、姫路のねあたり、宝塚インターのあたり、あそこら辺の渋滞を想像させますね。ね、この、大型連休ですとか、あとはお盆の休暇ですとか、かなり昔になりますけど、このね強化クラッチを、カーボンクラッチを入れたですねロードスターで、あの渋滞20キロとかいうのはかなりね痺れますよね。もうねクラッチを踏む足が相当辛くなったことを今思い出しました。さあこれと言ってる間に追いつきましたね。さすが城島くんとジュゼッペさんコンビ。さあその前にはバスコさんがいるんですね。そうだね。いやすごい、この集団はすごい。やっぱね予選のタイムが良くないとですね、こういったあの人間界の争いに、このね戦っていかなければいけないっていう前のね、この先頭の2台が天井界をね下走る2人で、その、その後ろの第2パックこれが、まあ、雲の上ですかねの存在で、第3パックがですねこの地表で争っている、人類の争いといったところですね。ガイル選手は相変わらず14番手におります。後ろにね、スキップおじさん四天王のヒロさんが上がってきてますね。ヒロさんもアイレーティング4000になったんですね。それでもゼッケン16ですからね、このサンデーナイトライツ SOF、四捨五入すると4700になりますけども、なかなかね激しい世界ですよね。さあ、お、城島くんが果敢に仕掛けていってますね。襲いかかる相手はバスコさんですね。おっと、桜パパさんが押し出されている。さあ、ジュゼッペさんもイン側を狙っていってますね。桜パパさんがミスってますけど、ここは武士の情け。このねやっぱお友達チケットをねこのちゃんと、準備しておかないといけませんので、無理なね追い越しはやめておきましょう。さあ後ろヒロさんも 1.2 秒差までもう一息で、このね集団に追いついてくるかなというところですね。いやしかしねこの前の集団はですねちょっと切り込んでいく気にはなれないですね。もう少しですねあの正直なところ間引きしていただきたいですね。もう少しね台数が減らないとちょっと安心して、もうそもそもこんだけの台数がいると追突するされる、あとはねその追突を避けるために、サイドバイサイドでコーナーに進入していくとラグヒットで、弾き出されたりとかですね、もう非常に危険が危ないわけですよね。さあこの目まぐるしい展開も、あっという間に前半戦終了ですね。レースは6周目、合計10周で争われます。いやまた1コーナー3ワイドとかなってる、これは怖い怖い。あー接触接触、後ろあクイックサンチェスさんとザビエルさんですね。うん、さあこの間引きしてほしいと言いつつも仲のいいドライバーがね落ちていくのを見るのはなかなか忍びないですね。さあこれはこれはどうだ、ジュゼッペさんが一旦引きましたね。大丈夫大丈夫、よし入れた。
さあジュゼッペさんが後ろに入っているので気楽にドライブといったモードとは、なくなりましたね。まあ、ただジュゼッペさんとの友好度はですね悪くはないといった状態ですので、まあ、すごく仲がいいというほどでもないんですけど、まあ、あの友好的な関係にありますね。このね友好度でこの友好的とか敵対的とかいうのを、ね、あの考えると、光栄の信長の野望を思い出しますね。ただねどちらかというと、ガイル選手は信長の野望や三国志よりも太閤立志伝っていうねそっちのこうロールプレイングゲームっぽいそっちの方が好きでしたね。はい、目の前のレースに集中していきましょう。さあここからスリップにどうですかね、後ろのジュゼッペさんはどうでしょう。さあ一気にサイドバイサイドが6台分ぐらいになってますね。これは怖い怖い。ちょっとね一列になると後ろのジュゼッペさんともなかなか間合いが難しいので1台分ね横にずれましたね。さあしかしジュゼッペさんがいいですね、いい感じにスリップ入られましたね。さあこれは並んでますね。さあここはねこうおーあー落ちていったのがジャビアさん、そして、城島くんが、復帰して追いかけてきてますね。その間にジュゼッペさんには前に行かれました。さあだいぶ間引きが進んできました ね。この前方に8台ぐらいいたと思ったんですけど、一時期はねもう10台以上パック出してたんですけど、今やね目の前にいるの4台だけですよね。まあ、こういう時にやっぱり性格が出るんだと思うんですけど、まあ性格というよりもあれですね、このアイレーシングのオフィシャルレースの経験を積んでくるに従ってですね、このごちゃっとしてもう見るからに危なそうなところにこの自分自身、自分からね進んで突っ込んでいくことはしないと、やはりねあの安全第一セーフティーファーストっていうところがですね経験から学んだ戦い方ですね。おっとまた1台、今度はブレイデンさんですね。ブレイデン just didn't get in the gap in time and missed my braking marker. I thought you were going to let me in a bit earlier. Sorry man, that sucks. さあ目の前3台 Sorry, buddy. ここまで間引きが進んでくるとは思いませんでした。さあそろ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 ね、もうこの次8周目ですね、7周目も終わり。さあこのね8周目から本気出すっていうね格言もありますけど、そろそろですねこのアグレッシブに行ってもいいのかもしれないですね。うーんこれは微妙微妙。やっぱね、ファイナルラップのこの辺りですね、ここの、ターン3を立ち上がってターン5に向かうストレートですね、ここでトップに立つぐらいがちょうどいいのかなっていうね、感覚もありますけど、さあこう行きますね。でジュゼッペさんがなんか今あからさまに落としましたね。さあ前行くバスコさんですね。
スコさんはサンデーナイトライツの、この、終わった後の、ね、インタビューでも、よく登場してくるドライバーですけど、結構、ね、よく喋るこう陽気な、オーストラリア人といった印象ですね。インタビューでも、ね、非常によく喋る人ですね。さあ、桜パパ匠さんがさあちょっと、このスリップを外して、匠さんが今5番手ですね。さあここは様子を見つつ次のね立ち上がりですよね。最終コーナー立ち上がり、ここを頑張っていきたい。さあどうだ、これはまずバスコさんが行きますね。さあそれについてガイル選手も行きたいところ。レースは残り2周、これはやっぱり微妙とりあえず真後ろの位置は取っておきましょう。さあこのアウト側にジュゼッペさん入ってきてますね。やめておきましょう。さあまだ焦るような時間じゃないですね。間違えました、まだ慌てるような時間じゃないっていうセリフでしたね。さあさあ今度はバスコさんが前ですね。ただ、このままファイナルラップだとどうでしょうね。この最後尾からはね、なかなかスリップでオーバーテイクがそう簡単ではないんですよね。ですので、まあ、2番手とか3番手あたりが一番いいポジションなような気もしますけど、若干不利ですかね、この位置取りは。いやとはいえね、こっから先のこの軽く曲がりながらのストレート、ここでオーバーテイク仕掛けていくのは結構ね危険度が高い。やはりこの最終コーナーにかけましょう。お、このサークルパパ匠さんがオーバーテイクしていきますね。さあこの作戦は吉と出るか凶と出るかですね。最終コーナー悪くないですよ。悪くないけどやっぱ前がね集団でスリップストリームなんで、さあホワイトフラッグが振られてファイナルアップです。さあこれはジゼッペさんの後ろを取ってイン側につくのがいいと見た。タイヤスモークが上がっていて、おこれはイン側にいるガイル選手有利ではないでしょうか。さあサイドバイサイド、危ない。これはバスコさんの後ろにつきたいんですけど、匠さんも入ってきてますね。3ワイド、匠さんとロリスさんに挟まれている。これはやめてほしい。イン側匠さんですね。さあアウト側ロリスさん抜けたか、おー怖い。
いやもうね、今サンドイッチでこの押しつぶされそうでしたね。さあ後ろジュゼッペさんがついてきてますね。さあ前行くのがジュリーですね。ジュリートップ争いしてたと思うんですけど、なんでこんなところに一人旅なんでしょうか。さあもうねファイナルアップですので、ここは遠慮は無用といったところですけども、ちょっとね今速度調整して、次のターン12の飛び込みで、このね匠さんのインをさせないかなと調整したところですけど、このジュリーが、ジュリーこれ車壊れてるでしょ、全然まっすぐ進んでないし、まあ、これはね楽勝かと思いきや、ここまで突っ張ってくるの、ああイン側にジュゼッペさんがこれやられた。いやジュリー全然まっすぐ走ってないし、この壊れた車でここまで操作できる、この腕がすごいですね。さあとはいえ、おっとサクラパパさんミスりましたよ。ジュリーも立ち上がり悪いはず。さあ間どうだ、いけるかいけるか、おジュリーやめて、これは残念、3ワイド真ん中いけるかと思いましたけど、ジュリーに負けましたね。これいやー疲れました。オートレース、おっとやっぱジュゼッペさんが3番でいってるの、これさすがですねすごい。で優勝がトビアスさん、2番手がパブロエスペスさんですね、3番手がジュゼッペさん、4番手が、ね、またあのマウントパパ匠さんになってしまいそうな、位置ですね。で5番手がジュリーですね。ジュリー、まあ、事故があったみたい でこの後ですねチャットメッセージ遊んできて、最後ね見えなかったごめんと、いうふうにメッセージ来てましたね。まあ、これはねさすがですね、やっぱこういったドライバーがリスペクトの対象になるなというね、非常に紳士的な振る舞いで、やっぱりね、ごめんっていうのは大事ですよね。はい、で、4番手、匠さん、6番手、ガイル選手、8番手、ヒロさんという形でですね、日本人選手、なかなかいいリザルトで終えることができました。いやー、なかなかね、このサバイバルで、危険がいっぱいな、レースだったなと、思うんですけど。まあ、でもこの危険を避けてちゃんと生き残って最後までフィニッシュできるというところが大事ですね。まあ、予選がね12番手だったので、まあこれはこう混乱に巻き込まれてリタイアしなければいいな、まあ、せいぜいねトップ10フィニッシュ狙えればいいなと思っていたんですけど、ね、6位入賞はねもう上出来でしょう。これはね非常に満足できる結果となりました。はい、で明日、来週からは、ロードアトランタの方ですね、まあ、もっと、うねりが大きくてブラインドコーナーも多くてという、なかなかこのガイル選手苦手なサーキットは続きますけど、このチャンピオンシップポイントも頑張っていきたいなと思います。よろしければチャンネル登録や高評価低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。